日本代表の6人。世界選手権で団体金メダルをみんなで取れるように、頑張っていきましょう。乾杯。リオオリンピックまであと1年。新メンバーとなった体操日本代表の食事会。まずはこんな話題。体操あるある言いたい。なんかこういうエスカレーターとかこうやって指示したくない。確かに。スリカーとか深く握ります。あ、スリカーもわかる。え、あ、こうやってやる。こういうふうにやる。確かにそれは雨の日とか滑って転びそうになっても体感強いからか耐えられたり。あ、なんかこっちでも共感得られてないないな。体操界では国際大会で新技を成功させると自分の名前が付けられる。日本代表では床と跳馬で3つの技に名前が付いた白井をはじめ、6人中3人が自分の名前の付いた技がある。3人すげえな。内村作らないですか。内村が一番見たいです。俺若手いいよ。確かに内村が一番見たい。俺いいよ。実は5年前内村は国内大会で跳馬の新技を披露した。これを国際大会で成功させれば新技内村が誕生するはずだったが、同じ技を国際大会で初めて披露したのは白井。その結果、新技の名前は内村ではなく白井キムヒフンになってしまった。でも正直なところつけたかったです。けど僕はやっぱ個人総合の選手なんで、あれを個人総合でやるのはリスキーなので、日本人の名前がついて僕は良かったなって思ってます。今はね、つけられた時はちょっとクソって思いました。ちょっとだけ。これだってリアルに白井5ぐらいまでいけるんですよ。みんなそこを期待するんですけど、僕は自分に期待してない。僕今でもどっちが2か普通の試合か分かんないぐらいです。あ、それはそうだな。どっちってなりますの。しかねえんだよ。次なる新技が注目される白井は今年日本体育大学に進学。そこでゴーイングは白井が住んでいる学生寮に潜入した。こんばんは。体操日本代表大学1年生の白井健三。こちらは日体大の学生寮。ゴーイングは白井の家にお邪魔させてもらった。この部屋でチームメートと4人で暮らしている。光平さんにお金当たったし、一番の光平選手は3年と4年の時に、はい、この部屋でした。実はこの部屋、大学時代の内村が暮らしていた部屋でもあった。白井が普段寝ているベッドを覗いてみると、枕元にはファンからもらったかわいいぬいぐるみ。そして白井が体操ノートを見せてくれた。そこには種目ごとに練習の出来栄えが丸バツで自己採点されている。練習の傾向がすぐ分かるので、そこが大事だと思います。巻いとこうか。白井のルームメイトの一人が4年生の長谷川智正。今回22歳で世界選手権代表初選出を果たした長谷川といえば、会場を盛り上げるこの派手なパフォーマンス。すると食事会で新パフォーマンスについてこんなコメントが。一つ考えたんですけど、歌舞伎やろうか。
熊取りしてっていいですか。そりゃあかん。一番いかん。キャプテン超えそして話題は1年後に迫ったオリンピックについて。内村は2度、加藤、田中は1度オリンピックを経験。一方、長谷川、白井、茅野3人はオリンピックに経験。テレビの世界ですもんね、オリンピックなんて。高1のインターハイで見てたもん。確かにね、全く手の届かないところで見てたっす。世界選手権とは別ですか。憧れしか全然違うんだ、みたいな。俺は2回出たから、1回目ってなんか大抵なんか うまくいくみたいな感じになって、2回目からそこに合わせに行くじゃん、思いっきり。それが裏目に出ちゃう。で、多分3回目で多分そんな感じがするから。メンバーの中でただ一人金メダルを獲得している内村が最高と語ったのが、表彰式でのこの瞬間。これは僕しか味わったことないんだけどね。表彰台登った後にアナウンスでオリンピックチャンピオンって言われるんですよ。あれは